け直しはね、お出かけとかヘアクリップをカバンに。はい、皆さんこんにちは、さあやです。ということで今日の動画はですね、じゃん、 What's in my bag? 私のバッグの中身を紹介していこうと思います。この後ね、これから出かけるんだけど、このまま持っていけるぐらいリアルなバッグの中身を紹介していこうと思います。よかったら最後まで見ていってください。それでは動画スタート。はい、ということで今日はリアルなね、バッグの中身を紹介していくんですけど、まずは最近愛用してるこのバッグから結構たくさん入るのでご紹介していこうと思います。じゃじゃん。これはね、 JWPay っていうちょっと個性的なブランドのバッグなんだけど、こんな感じでこれだけ見ると結構ギャルチックな Y2K の雰囲気もあるようなバッグなんだけど、この革のバッグがこういうカジュアルな服に着てもカジュアルになりすぎないし、ちょっときれいめな格好に着てもこのシルバーのポイントたちがアクセントになって可愛くって、しかもさっき言ったように結構入るので最近はこれを愛用しています。ふざけた。最初結構ね、硬いなって思って使ってたんだけど、もうだいぶずっと使ってるからこの辺も柔らかくなって持ちやすくなったので気に入ってるバッグです。ということでこの中にね、リアルに入ってるものをご紹介していきたいと思います。何から紹介しよう。私結構こういうショルダーバッグ、小さめのものを持つことが多いんだけど、これはその中でも結構物がいっぱい入るタイプ。まず一つ目はじゃん、お財布を入れてます。このね、イッチっていうブランドのものなんだけど、これは私が誕生日に、一昨年の誕生日かなんかに自分にプレゼントとして買ったもので、動画でもね出したと思うんだけど、革のブランドなんだけど、これはビームスとコラボして作られたもので、中がすごい可愛いんだけど、ここに入ってた。こんな感じでね、中が一つ一つスカーフで裏地が作られてて、こういうところもこのスカーフの柄と使われてる部分が全部違うから一点物のもので、私はねこれ特別感があってすごい気に入ってる財布です。大体もう現金は持ち歩いてなくて、これにカードとかを入れたりして持ち歩いてます。ということで一つ目はお財布でした。次はじゃん、ハンカチを絶対に私は持ち歩いてて、これはポロのハンカチですね。可愛くない？この色が。私はハンカチを忘れたら取りに帰るか、友達にごめん持ってきてっていうぐらいハンカチないと、この辺の汗をよくかくから絶対持ってます。なんかペラペラのスカーフみたいなのも持ったりするんだけど、夏はこのタオル生地のなるべくこう薄く畳めるやつをカバンに入れて持ち歩いてます。これが2つ目でした。続いてはじゃん、これは白のちっちゃい香水なんだけど、私普段リップティックのオードパルファンをつけて外に行くんだけど、それを持ち歩くと結構つけたての匂いが強いから、つけ直しはねこの白のやつをもうなくなっちゃうけど使ってます。これはサボンっていう結構王道な香りのやつなんだけど、ふわっと香ってくれるのと、あと私がメインで使ってる香水にも結構相性がいいので、夏はやっぱふわっといい香りを漂わせたいので、これをね持ち歩いてます。大体メイク直しするタイミングとかでトイレでシュッてやって使ってます。これが3つ目でした。次はそのままメイク直し系なんですけど、リップと鏡を持ち歩いてます。ちょっと一つずつ紹介していきます。まず鏡はこのねオースキンのものを使ってるんだけど、次いますこれぐらいちっちゃい、なんでもないシンプルな鏡なんだけど、この柄が結構可愛くて気に入って、しかもめっちゃ薄いの、缶バッジみたいな感じだから、これをね鏡は持ち歩いてます。パウダーとか鏡付きのものを持ち歩くときはこれは持っていかないんだけど、だいたい普段はこれを使ってます。あとはリップなんだけど、じゃじゃん、まず保湿にこのモアリップ、
逆だった。もう私ずっと言ってるけど唇が本当に皮むけちゃって、友達に聞いたり、あとインスタのフォロワーさんにもリップのおすすめを教えてもらって、結構モアリップをおすすめしてくださる方が多かったので、最近はこれを使ってます。このぐるぐる塗る系のリップスティックで合うものがなくって、結構これぐらいのラネージュのスリーピングマスク、大きいやつを持ち歩いてたんだけど、やっと塗り直しが楽なサイズで持ち運べるやつがあったので、最近は結構頻繁にこれを塗ってるから、ちょっと荒れづらくなったなって思ってます。で、だいたいリップは2本ぐらいその日使ったやつを持ってて、今日はこの2つを重ねて塗ってるので、これを持っていきます。1つはケイトのリップモンスター03番で、今塗ってるメインの色がこれなんだけど、こんな感じの色で、こんな感じですね。夏にちょうどいい、オレンジすぎもしないしピンクすぎもしない色で、すごい可愛くてこれを使ってます。これだけだとちょっとツヤすぎちゃうので、夏はちょっとマットなのを重ねたりするんだけど、もう一つは NARS の 103A っていう色で、まあ、似てるんだけどちょっとブラウンと赤みが足されるようなやつで、これを中心とかにだけ塗って色を重ねてます。ということで、メイク直し系はこんな感じでした。次はじゃん、カメラをね最近持ち歩いていて、これはフィルムカメラでオリンパスのものなんだけど、こっちのカメラか、あと YouTube で使ってる方のデジカメをどっちかは最近持ち歩いてて、ちょっと一日お出かけとか撮りたい写真多そうだなっていう時はこれを持っていきます。これはフリマサイトかなんかで買ったんだけど、結構状態も良くって、この辺にこれで撮った写真を載せておくんですけど、初心者でもいい感じな写真が撮れるので気に入って使ってます。プシャッてクロスでこうやって出てくれて、閉めるとこんな感じで、カバンに入れてもレンズが傷つかないからこれを持ち運んでます。次はじゃん、これかわいいヘアクリップを持ち歩いてます。なるべく最近は腕にヘアゴムをつけたまま外に出ないように気をつけてて、でもそうすると忘れちゃうから、このね、もう全く幅を取らないヘアクリップをカバンに入れておいてます。ちょっと使ってみると、ちょっと今すごい適当にやったんだけど、こんな感じで止まります。結構暑いと最近はすぐこうやって髪縛っちゃったりとか、ご飯食べるときは縛るようにしてるから、ちょっとゴムでやるより可愛いかなと思ってこれを持ち歩いてます。外すときもこんな感じでってやったら取れるので、確かセレクトショップのエイプリルかなんかで買ったんだと思います。デコシールが小学生の時を思い出して可愛くって、6個目はこれでした。次はじゃん、エアポッツですね。私はこの耳の形が、初代のやつが好きなので、ずっとこの初代のエアポッツを使ってます。もうこれ何年使ってるか分かんないくって、もうすぐ壊れちゃうから、大学生の時から使ってるから、もう結構たまにバグって壊れかけなんだけど、これが壊れても初代のやつ買うんじゃないかなっていうぐらい私はこっちが好きで使ってます。大体移動中はネットフリーでドラマとかアニメとかたまに YouTube 見てるから、 AirPods がないと何もできないので、これは絶対持ち歩いてます。一回これだけ持ってって中身が開けたらなかったことがあって、その時は電車の中で1時間ぐらいぼーっとしてて災難だったんだけど、ちゃんと中身も確認して持ち歩いてます。もうほぼないんだけど、もう一つ必需品がじゃん、これは頭痛薬。私偏頭痛がすごくって、ちょっと天気が曇ってたりとか荷物が重かったりとか、地下から地上階に上がるときに結構ゆっくり気をつけていかないとすぐ頭が痛くなっちゃって、あと水飲まなかったりとか、頭痛薬は持ち歩いてないと買う羽目になるので、財布に入れたりとかカバンの隅っこに入れたりとかして持ち歩いてます。次はじゃん、
夏だから日焼け止めをね持ち歩いてます。塗り直しはずっとスティックタイプを使ってたんだけど結構すぐなくなっちゃって、最近は暑すぎるからこれ振りかけると結構ねひんやりとして涼しくなるやつで、全身にこれをパパパパパって振りかけて塗り直しは済ませてます。保育園で働いてた時もずっとこれ使ってて、子供たちと外行くってなったらパパパパパってかけて、これをねずっと愛用してます。もうないんだけど、じゃん、お菓子が出てきました。私友達といる時はあんまりなんだけど、一人でいると結構すぐコンビニに入って何かしらお菓子を買って持ち歩いてるんだけど、これはこの間買ったクリーム玄米プランが半分残ってて入ってました。コンビニでよく買うのは梅干し、カリカリ梅とか、あとリベラのチョコとか、大体その2つどっちか買ってカバンの中に入ってることが多いです。こんな感じであっという間にカバンの中は全部なんだけど、あとずっとこの中に入れといてるものでお守りをね、これ友達がくれたもので、これをねずっとカバンの中に入れて持ち歩いてるっていうかここに入れてます。あとは携帯ですね。携帯はだいたいポケットに入れてるんだけど、私は iPhone 13を使ってます。前回からずっとこの白を使ってます。今の待ち受けはじゃん、大好きなペコちゃんです。かわいい。ということで私のバッグの中身でした。はい、ということで今日は私の What's in my bag を撮ってみたんですけど、いかがだったでしょうか。私はさっきも言ったように重いカバンを持つとすぐ頭が痛くなっちゃうから、頑張って持ち物を減らしてこれぐらいのアイテムなんだけど、1日出かけるときはもうちょっと増えたりとか、あと少し前に旅行に行くときのバッグの中身紹介も撮っているので、よかったらそちらも見てみてください。ということで今日も最後まで見てくださってありがとうございました。よかったらチャンネル登録とインスタのフォローもぜひぜひお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ、またねー。